稚内テレビ中継局は、北海道稚内四小通り3丁目にあるテレビ中継局である。同中継局は、NHK 旭川放送局と、在札民放テレビ局が中継局を置き、稚内市内及び、周辺地域へ電波を発射している。ここでは、NHK 旭川放送局 FM 放送と、北海道放送稚内テレビ中継局に、 併設されている輪っか内緑町中継局、輪っか内市内にある西輪っか内中継局、稚内中継局、上三口中継局、北輪っか内中継局、輪っか内放来中継局、輪っか内市のコミュニティ FM 局、FM ワッピ、送信書についても合わせて記述する。中継局は輪っか内市小間取三丁目九番地の藤見が丘に設置されている。 輪っか内中継局稚内中継局稚内中継局輪っか内緑町中継局2015年12月現在、鉄塔のみ残され局舎は取り壊されている HBC か内緑町中継局は1981年、渾身対策のため輪っか内中継局に併設された。アナログテレビ放送にし輪っか内。 中継局西稚内中継局稚内市西浜一丁目に置かれている。デジタルテレビ放送アナログテレビ放送北稚内中継局北稚内中継局稚内市恵比寿四丁目に置かれている。デジタルテレビ放送アナログテレビ放送上誘致中継局稚内市大麻罰海村座上誘致に設置されている。 デジタルテレビ放送アナログテレビ放送ばっかり、中継局はカナイ使用アザバッカイ村アザバッカイに設置されている。デジタルテレビ放送アナログテレビ放送はカナイ市、放来5丁目に設置されたミニサテライト局で、設備はワッカナイ市立ワッカナイ中学校の屋上に設置されていた。2009年2月15日に NHK 総合テレビの自己批評番組三つの 卵で、わっかな内テレビ中継局の設備内の様子が、全国放送で紹介された。地上デジタルテレビジョン放送局の予備免許、株式会社テレビ北海道の道北、おほうつく地区のご中継局、総務省北海道総合通信局、明日昼頃から TVH 放送開始のシャップなどは11月中旬から、稚内プレス2014年10月1日閲覧。 ABCDE 北海道内の地上デジタル放送局の開局状況総務省北海道総合通信局 ABC 北海道放送編北海道放送30年北海道放送1982年741ページ ABCDEF 札幌テレビ放送創立50周年記念事業推進室編札幌テレビ放送50年の歩み 札幌テレビ放送、2008年、329ページ。日本民間放送連盟、日本放送年間77広文社、1977年、25ページ。AB 日本放送協会編、NHK 年間64、日本放送出版協会、1964年、221ページ。AB 北海道放送編、 北海道放送30年北海道放送1982年537ページ日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間69日本放送出版協会1969年226ページ日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間68日本放送出版協会1968年242ページ稚内コミュニティ放送局が出力アップ総務省北海道電気通信管理局 ABC 北海道放送編北海道放送30年北海道放送1982年742ページ ABCD 地上デジタルテレビジョン放送局の予備 免許、株式会社テレビ北海道の道北、道東地区の6中継局、総務省北海道総合通信局日本放送協会総合放送文化研究所放送誌、編集室、NHK 年間70、日本放送出版協会、1970年、306ページ。日本放送協会総合放送文化、研究所放送誌編集室。 NHK 年間74日本放送出版協会1974年365ページ AB 日本放送協会総合放送文化研究所放送誌編集室 NHK 年間76日本放送出版協会1976年334ページ日本放送協会総合放送文化 研究所放送紙編集室 NHK 年間78日本放送出版協会1978年333ページ日本民間放送連盟日本放送年間78広文社1978年556ページ NHK 札幌放送局編集札幌とともに 半世紀 NHK 札幌放送局の歩み、1984年、90ページ。日本民間放送連盟、日本放送年間80広文社、1980年、493から495ページ。日本放送協会総合放送文化、研究所放送誌編集部、NHK 年間80、日本放送出版協会。 1980年372ページ。民放テレビ4局っ稚内全域で映らず一部地域停電が原因47ニュース。ありがとうございます。